こんにちは、山亮と申します。さあ、郵便いろいろ雑談動画ね、やってきましたけどね、今回は、特別捜査ということでね、やっていこうと思います。まあ、これはね、通称特捜、特捜って私たちが呼んでましたね。まあ、夜間なのか、他に特伝と特例っていうのがあるんでね、特伝特例で特捜っていうのがあるんですけど、この特捜っていうのはまたこれまた特殊なやつなんですけど、これはね、さすがに結構実は、毎日特殊とか言ったら、お前なんでやねん、特捜という内容してる方からしたらね、お前なんやねんっていうのと、あとなんとなくね、私のね、雇った仕事がバレそうではありますけど、まあ、毎日ありましたよ、特捜。は、本当にね、大変な、大変なルートに入っておりました。で、特捜というのは何かって言ったら、料金はすっげえ高いです。多分、郵便のサービスとしては一番高いんじゃないかな。570円かかります。これにさらに書き留め料金に基本料金かかるんで1000円余裕できます。ほんと1000円、絶対1000円超えますっていうすごいサービスです。で、主に裁判所などごく限られた機関があらかじめ取り決められた内容物を送る際に用いられる特別な郵便物です。主に裁判所なる、要は、内容証明というのは基本的に裁判所が送ることもまああるんですけど、まあそれもあるんですけど、基本的に裁判所が、から送れてくるような、なんか特別な捜達っていうのは、この特別捜達なんですね。特別な捜達ですからね。差しとかいかね、まあ、いわゆる招集令状というのかな、とかね、なんか、いろいろね、要は、参考人招致のやつとかね、そういうようなやつとか、まあ、他にもいろいろとあるみたいなんですけど、ケースとしては。うん。まあ、変な裁判になりましたよとかっていう場合に、ね、あなた、訴えられましたよとかっていう場合に登録はありますし、訴えた側の方にね、ここでなんか届くようなケースもあります。まあ、要は裁判絡みの話の時ですよということでね。ねえ、よくもまあ、毎日配ってましたよね、本当に。これはね、取り扱いが非常に難しくて、これはさ、また配達したことをね、証明するのに、またこれ、郵便認証士のね、資格を持った人が、ちゃんと確認をして、ああ、これは確かに届きましたよって印鑑をして、処理をかけてとか、めちゃくちゃ非常にあれ、これね、本当、郵便局員の人はね、思いますよ。これと特、本当に、だから普通トップですよ、これと特例。特捜と特例。あなたはどっちが嫌いですかっていうのだけで一本やりたいぐらいだ。私は特典の方が嫌いだけど、特捜の方がまあ毎日やっとたってのもあってね、まあね、泣いてましたからねってのもありますけど、まあ面倒くさいのはどっちも面倒くさいですからね。ね、まあね、そういうのがありますよと、いうことです。まあ、で、これ大事なのは、これは郵便局員の方とね、まあ、まあ、届いた方にぜひご協力をというか、もう、こういうやつなんで、こういう、お願いしますということでね、受取人のフルネームの証明があります。で、または捺印っていう、ふうにね、なってますね。けど、基本的に捺印じゃなくて、フルネームの証明が、しかも、会所で、いりますんで、これがね、今大変らしいです。外国の人増えたでしょ。外国の人の訴状とかだと、サインって、シュシュシュっていうサインになるじゃないですか、外人の人のサインって。だからね、大変らしいです。その文字が本当にそのアルファベット通りに書いてるかどうかを証明しないといけないらしくて。くっそ大変、くっそ大変、これだから本当にね、大変なんですよ、もらったサインをね、もらうのが。で、夏にだとなんでダメかって言ったら、この人に届きましたよっていうのが、フルネームでいるんで。夏にでもらった場合には、別途フルネームをね、メモ控えとかないといけないんですけど、それはそれはまた個人情報の保護とかって言って大変なんでね、もうここにフルネームって書いてください。すいません。お願いします。ということですね。で、いうのがあります。で、原則はそうやってして渡すんですけど、実はこの特別送達は面白いユニークって言っていいのかな、特徴があって、受取人が正当な理由なく受取を拒んだ場合は、差し置き配達を行うこともできます。これが特徴です。あーって出た。すいません。今日もね、四日市会議裁判所さんからね、通知法裁判所さんからね、特別送達届きました。ちょっと、ね、分かる人なら分かるわけですよ。裁判、まあ大体裁判所からって言われたら、ってなりますよね。裁判所から特別送達。ね。ええぞ。ね、これ絶対受け取ったら、ね、行かなあかんくなるやないか。ね、
ね、裁判にかけられるってことやないか、そんなの俺は受け入れやんぞ、そんなの嫌だって言ったら、あ、でも特別相達なんで置いてきますね、できます。実際にやったことはないですけどね、私も、うん、やったっていう事例も聞いたことがないです。まあよっぽどですからね、なんですけど、一応差し置き配達ができる唯一の書き留めではあります、っていう特徴があります。まあなんでだいたい白切る場合が多いみたいですけどね、うん、まあイルスを使う、これが一番多い場なんですね。イルス使うね、イルス使われると不在表だけ入れるしかなくてね、ね、うん、で、最終的にはそれがね、配達、要は受け取り期限を切れたためって言って返送されますよっていうふうにして、ね、知らばっくれるなら これが一番みたいですけどね、なんか場合によっちゃ俺は本人じゃねえってね、いう場合で、本人なんだけど本人じゃねえって言ってね、知らばっくれるとかね、いうようなやつとか、まあ向こうさんも向こうさんでいろんな手を使ってくるらしいですけど問題のある方はね、まあ一番多いのはイルスみたいですけどね、うん、まあ、そういうような、うん、ケースがあります。まあイルス使われると実は郵便局にこれお手上げなんですよね、まあまあそれでね、またそこからね、いろいろと問題でかくなることもありますからね、それがいいとは言いませんけどね、うん、警察さんの方は警察さんとかはそれに対してさらなる対処を考えてますからね、ということですね。で、いうのがあります。で、映像配達からの特別法の特徴としては、最後ね、配達完了日のうちに、郵便送達報告書が郵便認証紙の認証を得て作成されますということで、この作成がめんどくさいんですよね。多分ね、さっき言った特電が、特電を送る、特電と特装ね、どっちが嫌いって話の時に、特装が嫌いっていう人はこれだと思う。この書類書くのめちゃくちゃ大変なんですよ。ね、いろんな、どっちかというといろん、書くところもあれなんですけどね、印鑑を押すところとかもすげえ細かく決まっとってね、局の丸の振り方をね、ちょろっとね、間違えただけでもね、そこに二重訂正して、さらに訂正印を押してとかって、で、それを また認証紙の人に確認してもらって、訂正が不正でないかを確認してもらってとか、めちゃくちゃ細かいし、挙句の果てにコピーミスったとかで、なんかね、いろいろとしてるかやれかしながら、縮小コピーとかしてやらないときなかったりとかね、A3 を A4 にしてとかね、うん。さらにそれが合ってるかどうかまた確認してもらって、印鑑をしてもらっての、さらにそれをですね、うちの場合はフロアが別の特殊室の方に持っていて、これでまた処理をしてね、ちょっと間違っとったら、ここの印鑑が、あーって言って、また3階まで上がってとかって、大変、本当大変、特別相談っていうのがあります。まあ、これは中の方の話ですけどね、まあ、取れた方は取れた人の方で、まあ、大変は大変だと思います。ね、っていうことなんですけど。まあ、こういうのがあります。まあ、差し出すことはね、裁判所の人とかでないとね、基本的に差し出すことがないと思いますけど、届いたときにはこういうのがあるんだなということでね、覚えておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、もしくは裁判所でね、働き出した方でね、特別相達って言われたんやけど、なんやろ、まあまあまあ、ないと思いますけどね、裁判所で働きに行くまでの間にね、まあ、そういったな法務の関連のね、ところをいろいろとやってこられてるはずなんで。ないと思いますけど、以上こういうような参加ですよ。具体的な特別相当の出し方まではすいませんが、どうやって封筒に包むとかまではすいませんけどね、ということでね、一応こういうのがありますよということで、まあこれぐらいになるのかな、多分ね、説明シリーズもね、ということで特別相当以上でございます。ご視聴ありがとうございました。